うわこれむずいな。でもそうね、4つに分解しなきゃいけないからね。俺たちにとってもそれあ行ってのはヒントだよね。うん、そうだね。あ行何で、何が来るかな今、微妙にあ行ってなんかどうだったのそのことだ。だからなんだそうだったとして何なんだっていうごめん、ちょっと突っ込んでたよ。ちなみにこれ、あの配るときはシャッフルして配るんで僕にはこれをやろうみたいなのできない。あ、シャッフルね、シャッフルしてくれる、シャッフルってことは全部ピンク色のボードにしないとダメじゃん。ほんとだよ、シャッフルシャッフル発生ね。三振足踏み、三振の足踏み、三振な回。わあ、でもマジどれぐらいのかいいのかはね、わかんない。そういう時は互角の感じにしてきな。むずそう。やっぱ画数少ないのむずいよね、これね。うん、そうだよね。うん、それにするかどうかで今もやってる。え、これどう分解してもいいんだよね。どう分解してもいいだから別解がある可能性があるけど。まあまあ、やばい、別解別解あるの奇跡すぎるでしょ。でもだってでも口と井戸の井とかね口をこう縦縦横横に分解した場合井戸の井と区別つかない。確かに。ああ、なるほどね、トポロジー的にね。はい、じゃあ目開けてください。はい、はい、消えました。よく寝た。目が開いた。たら、じゃあ目が4 4 4 4。ってことはラ行から始まる一文字。ラ行変化数。ラ行から始まる。ルーブルね、ルーブル。ちょっと待って。そういうことね。ラ行は少ないでおなじみなんだよ。だってラ行が少ないことを利用して俺らを苦しめた証拠。そうだね。確かに。うん。まあでも一番漢字知ってる人に当たってよかった。確かに。じゃあはい。いきます。オッケー、じゃあ考えます。はい。ちょっと考えます。ラ行か、どうしようかな。考えます。今日は。ラ行はいっぱいあるからな。ララランド、ルモイとかね。なんでそんなに。それ歌文字。ロイスとか言うの。ロイス。ロイス、オアロイス、うん。ルイス・フロイスとかね。確かに。ガスパルビルダとかね。ラッキー・ルチャーノとかね。ルチャーノの、ウチア・パバロッティとか確かに。リンカーンとか。リンドバーグ。漢字一文字で。リチャーノ。違うパワロッティ感じてもなそのきつどうにかまずどうにかテノール歌手ということだけしないそっからね頑張ってその人を表すかに一文字作られたら相当すごいな。あるっけ、ないよな。でも将来さ一文字でさ人を表す感じすごい。でも講師の師師曰く、ああ本当だ。まあまあ先生という意味じゃ先生確かに。まあそれで OK だったら彼とかいい。ティーチューラ行ですからね。ラ、リ、ル、ロがありますね。レもあるよ。レもあるよ。レンテンマーク。あれ今、レもあるよっていう本山さんの声の震え具合で。レもあるよ。逆にわかんねえ。この動揺の仕方は、レかな。これむずいかもな。レから始まる動揺といえば裏にしてる。裏になった。はい、オッケー。作業、座業から始まる漢字一文字。あ、そうか。そうですね。作業か座業ね。座業もあるね。座業いいのか。ず、あのね。ず、あの。なんだろう、作業？作業か座業。座業なんだろう。だから一人目の人が、それになきゃわかんないよみたいなやつをちょっと掴んでて。そうね。そうね。一つに集中させちゃうっていう手もある。まあでもこれあのシャッフルしなきゃだからね。まあね。それがね、こう当てられないからね。でも無回答がやっぱ増えちゃうよね、このままだと。わかん、まあそれどうすればいいんだろうな。本当にわかんない。いやそう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 、それはあのね、そのだからさっきとか何もわかんないから、俺パッと思ってたのはその。露呈するの程度だったんだけど、それだって、いいって読まないから。うん。いや、縛りがあるからね、分からんと思って。
あ、量にすればよかったな。上に火と位置つける。いや、あー、いやでもね、いやでもね、これは戦略だから何とも言えないよ。オッケー、ちょっと待って、あとね、10秒でいいよ。オッケー。 G ね、なんだろう、 G G? G なんで G 決め打ち10択だからね、頭文字。え、ちょっといつもいつもきつくない？いつもより多い。オッケー、できた。オッケー、いい、ちょっとね、裏返しました。はい、オッケーです。はい、で自由。え、自由、自由、自由。うわー、こんなに正解出てないのに。何でもいいの？自由ってことは、いやいや、ここは本当戦略がね、難しいんだよ ね、 難しい難しい。こうちゃん、ちょっと思ったより簡単に作んないと、これ自由だからむずいよ。そうだね、うん、文字の制約がない分。はい、じゃあいきましょう。新しい自由、はい、英雄。難しいね、自由が一番難しいよね。ケイちゃん、うん、中華料理が食べたいな。中華食べたいな、確かに。ちょっとね、寒いからだと思うけどね、中華食べたくなるんだよね。辛いの食べたいな。確かに。台湾ラーメンエリア食ったら、腹痛で起きて30分トイレから出られないから。こんなに辛さが持続する辛いの初めて食った。体調は死ぬ味がする。はい、いいです。はい、はい、そう、はい、魔行から始まる感じ。魔行、魔行あんまないよ。魔法の魔しかない。伊田さん、伊田さん漢字それしか知らないです。魔法の魔しか知らないよ。魔法の魔、あとは抹消の末。あ、一末の番ね。あ、握りとかしか知らない。なんでそんなみんな言っちゃう。握りは使わないよ。石辺に切るね。マミムメモか。あとはモノモ。めっちゃ言うじゃん。モモにしようじゃん。モモって感じがいいな。モモ食べたい。なんで桃食べたいと思って感じしてほしいの？え、だっていいじゃないですか。なんか正解したときに、あ、桃かってなるから。どういうこと？いいんです。もうちょっとロジカルに来てる。ロジカルなこと言ってないですか？いやいや、もうちょっとロジカルに来てる。俺まだ納得できないから。その、なんか、例えば何かと仲良くなりたい。まあ、てか仲良くはなりたいじゃないですか、なんでも。で、その、やっぱ仲良くなるコツっていうのは、こういっぱい、あ、まあ、遊んだりとか話したりとかこう接触する機会が多いほど仲良くなるわけですよ。でそういう時に、まあ、今桃を食べたいって、まあ、いわば俺が桃と仲良くなりたいに近くて、でそう考えた時に桃という感じが正解であると、まあ、桃が出てくるわけですよ。でこう親近感がちょっと高まって、まあ、僕的に嬉しいかなっていう。それはこうちゃんが桃に対する親近感を高める手段であって、桃がこうちゃんに対する親近感を高める手段ではないわけじゃん。こうちゃん今桃が食べたいんだから、別に桃に対する親近感をあげる必要なくない？ない。そんなんないよ。じゃあなんで言ったの？じゃあなんで言ったの今？それはあの桃。適当なこと言ってないよ！じゃあいいよ、山桃でいいよ、山桃で。山桃ダメじゃん、やから始まってる。何言ってんだ。高知県ね、高知県。山桃県の方としてる。あー、お腹すいた。いやー、どうかな。中華食いたいな。着きましたね。やばい、これ簡単すぎる気がする。中華食いちゃうよ。簡単すぎちゃダメ。簡単すぎるって山本にめっちゃポイントないよ。今一番いいな、俺にポイントを取らせるのが一番いい。いや、2-2になるから。そのぐらいの感じで作って、伊沢さんにポイントポイント取らせる気で作って、で、俺まで偶然回っちゃって俺が正解するから。そうすると、福田さんの得点すごいことになるんだよね。福田さん7点になっちゃう。え、マジで1個考えるのは、その3分の1にめちゃくちゃ情報を集約させて、それ山本が引くのを期待するっていう。なるほどね。
あ、それは戦略としては4分の1だけど。4分の1か、結構低いな。うん、期待値的には相当低い。相当低い。魔行でしょ。魔行。まあもしくは2つに分散っていうのは戦略としてはあるよね。あ、このゲーム結構奥深いな。鹿を追うぐらい奥深いやな。鹿何？鹿を追うぐらい。鹿を追う。奥山に鹿を追うぐらい奥深いね。もう道踏み分け。泣く鹿の。これもホスト町。天の影。ちゃう。何でもこれもホスト町天の影山に持ってくる。すごいな。なんだっけ？天の影山とあと2つ。ガッサンだっけ？何が？何が？なんか。あ、ウネビ山とかってことね。あ、そうそう。ヤマトサンド。ガッサン、天の影山。ガッサンだよね。あ、ちょっとガッサンね。それはあの、デワサンザ。デワサン、もうやだ。ガッサン、ユドモサンってやつね。教会。これにしよう。ウネビさん、耳なし山？あ、そうですね。耳なし山？耳なし山。耳なし山。耳山、天の影山。いや、どうかな。いや、違うな。今から考えます。ここまでくだらない会話でつないでた。いや、だから理想はさ、なんか後藤が出ることなんだよね。まあ確かに。確かにね。いや、これね、後藤狙うのマジきつい。そう、後藤させに行って後藤、誰が後藤するかってのは難しいんだよね。本当札の配分によるからさ。うん。桃ね。桃来るかも。なんで桃なの、こうじゃ。桃のように美しくありたい感じ。納得した。あっさ、それでよかったんだ。それでいいんだ。これ辺の会話がさ、疲れとかあるんだ。疲れてほしいな、頑張って話でしょ。確かに、トークつないでるから、ね、うん、頑張ってるからさ。なんで中華の唐揚げって普通の唐揚げよりあんな美味しいんだろう。やっぱ、高温なんじゃないですか。あー、俺、あんかけがかかってるからだと思うね。元も高音ね、その回答。味付けがない。あんかけかかってるから美味しいって。あんかけじゃん、それ原因、わかるよ、それ。いやー、消したけど酢豚の唐揚げ美味しいよね。美味しい。酢豚に入ってる唐揚げ美味しい。本当に。あれは何なんだろう。あれは多分日本で考えたんじゃないかな。酢豚、天才だな。酢豚いいよな。ちょっと食いてな。パイナップル入れてほしい。パイナップル入れてほしい。俺は入れてほしい派だね。これ欲しい。あれうまいっすよ。昔ロッテリアで、なんだっけな、なんとかブラウンバーガーみたいなのって、それにあのハンバーガーにパイナップル1個入ってたんですけど、輪切りの輪切りの、めっちゃ美味しくて、そう、合うよね。濃い味の肉汁系のソースとめっちゃ合うんだよ。めっちゃ美味しかったな。パイナップルいいっすよ。なんかその、パイナップル合うよ。その普通のその料理への親和性がほんと高い。そうね、そうそう、普通に合うって。引き立て役としても、うん、で酸味を加える役としても強いから、うん、こんなにフリートークつなぐ優勝はなんもないないよ。はいはいはい、はい、待ってね、待って。いや、これちょっと流してもらいました。はい、来た。ハ行かバ行。ハ行かバ行。はい、かかります。はい、はい、ハ行かバ行。ハ行かバ行ね。あと、酢豚に入っている玉ねぎはなんであんな美味しいんだろう。酢豚入っても美味しい、ね、いや、美味しい。何でも美味しい。あ、厚切り感素晴らしいですよね。厚切りかどうかは物によるんでしょ。結構酢豚の玉ねぎは厚切りでしょ。あ、そう。酢豚の玉ねぎの大きさ知らないことが悪いでしょ。うめえなんて言わない。福屋さん食わないんだろ。中華とかさ、野菜ない中華ほぼないじゃん。そうだ、もうほぼ無理。やば。あれ、この前何言ってたっけ。ラーメンか。この間、そのマミヤ行った時はラーメン、うん、あ、ラーメンなんだ、この人と思って。その担々麺よく食ってるよね、福屋さん。体のやつだけど、ね、いや、そうそうそう、だから変えられないわけで、まだマシ。手に腹は変えられないから。そ う, そ, う, そ, うそういうことが、なんか俺、福田さん辛いのあんま付き合いないイメージあったのに、なんか結構辛いもの食ってる時あって、そういうことか。いや、もう中華で食えるものはそれしかない。そう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 。で、ラーメンのもやしと、そのこう、担々麺のチンゲンサイだと、チンゲンサイを避けることを選ぶんだ。そうね、うん、ラーメンのもやしは結構許せないと思っている立場だから。すごいな、許せないってなんだよ。なんだっけ、その動画、あれか、ラオウデさんか。ああ、そうだそうだ。決勝戦っ
ラオウ、ラオウ、ラオウさ、なんか誰かが考えたとかってさ、ラオウ、うん、だから、なんかそのラオウの存在知らない人が電気質だったんですよ。はい、はい、じゃあ考えて、はい、はい、墓場、あれ、墓場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 、北郎じゃん、墓場、墓の感じのパサゲゲゲゲゲのゲ、あ、でも墓結構良かったんじゃない、なんだ、ちょっと考えてたら結構良かったでしょ、ちょっと考えてたもう先に言って一回通ってるからだって、え、めっちゃいいじゃん、じゃやめて、そうなんですよ、そうなの、めっちゃいいじゃん、その下が土かどうかでさ、募集の墓とかの可能性、そう、それいけるなと思った潰した今潰したな、俺は潰してないよ、え、俺は墓場って言っただけまあこうちゃんが墓かもしれないなって言ったからね、確かに俺のせい、こうちゃんが悪いよ、じゃあ俺に3ポイントね、なんで潰した方がポイント、すごいな、悪を助長させるポイント制、ねえ、なんか一回そういうルールでチーズやるか、そのどういうルール、なんか悪いことした人がポイント高くない、絶対俺優勝する、はい、動画でね、動画でね、カメラ壊した人優勝みたいな、絶対俺優勝するわテロップでしか入んないからね、そこ、この後伊沢がカメラを壊したので優勝となりましたが、その映像は残っておりますね、それ面白すぎる、再生数すごい、そこまで含めてアートっていう見方はあるね、そこまで含めて YouTube だ、一回、え、やるか、早押しやるかってこと、え、だからその今日はなんか今日は時間なかったんで、ちょっとモデル作ってこなかったんで、そのいっぱいボタン押した人が勝ちですって、一番ボタンつけた人じゃあそのタイムレース形式でとにかくボタンつけたら正解にして、この説明に時間をかけた割には普通だったやるか、早押しやるか、空心菜炒めとかマジでさ、その皿に対する容積が少ないじゃん、中華の体積に、体積か、容積だと OK だよな、容積は皿が持ってるもん、そのもののそのもの自体のその持ってる体積がめちゃくちゃ少ないじゃん、すごいよね、豆苗食べたい、豆苗、豆苗美味しいですね、中華の豆苗美味しいですよね、中華の豆苗なんであんな美味しいんだよね、多分ニンニク入ってるからね、なんでそのでもいやでもいいな、伊沢さんの分析的確だな、だって豆苗自体が美味しいってことそんなないわけ、そんなないから豆苗絶対その味付けだから美味しい、青菜炒めとかもね、本当にないから、ね、ニンニクだれが美味しいっていう、いや、まあ、ニンニク強いっすよね、そのうまいってあるよ、ニンニクやっぱニンニクはこう、背徳の食い物だからさらにうまいんだよな、背徳の食い物をお酒と一緒に食べた後の感想は何でしょう、背徳予想の斜め下え、違うの、背徳って面白い、そういうことです、はい、あー背徳ね、なんかすごい飲みさんの飲み会的な、すごいすごい得だから、背徳が背の部分いらねえだろ、だって伊沢さん自己紹介、はい、どうもそれいらない、確かに確かに、どうもいらない、どうもくんはいる、はい、どうもどうもです、まあいけるかな、むずい気がしちゃった、おどうもくんはなら、なんて言ってんの、どうもどうも言ってないでしょ、てかさ、いつの間にか伊沢さんにポイントこされてるじゃん、そうだよ、2点じゃん伊沢さん、そうだよ、いいな、次正解すると俺5点になる、うわ伊沢さん正解しなさそう多分正解しない、そんなむずい、そんなむずい、今面白い、伊沢さん正解しなさそう、面白い、もう希望が立たれたじゃん今そしてここで正解しないと俺多分負けなんだよそんなことはない、そんなことはあるわ、ある、え、でも負けじゃなくない、だってまだ、だってこれで正解しないと俺マックス4点しか取れなくて、え、違うよ、だって俺がさが出したやつで伊沢さんが正解したら、あ、違う、そんなことねえよ、そうするとこうちゃんに3点入ってない、あ、そうだ、まあでもその時俺6点だったから、優勝の目は俺本当にその後の出題で3
正解で1の4点プラスだけだ。なると6点。で、福田さん今6点持ってるね。5点かな。え？いや、6でしょ。え？だって1、3、3じゃない？ああ、ごめんごめん。あ、違う、6で。1問目だから自分で出して、あ、そうか。あ、1、2、3か。じゃあもう勝てない、これ。これ正解したんですか？俺2回正解してる？2回正解させてる。で、1回3点で正解してるから。が1と2入って、で、さらにこうちゃんまず正解してて、こうちゃんなんだっけ、必ず。ああ、そっか、必ずで。で、福田さんの点数に俺はね、ここで正解しないと追いつけない。追いつくというか、抜けないんで。6か。しかも、それはそれで俺、次、山本に正解させなきゃいけないから、山本も点が入る。早押ししようと思ったけど、並びがないとこだね。まずそれ断って。よーい、とまけの歌。あ、終わってないんかい。OK です。はい。な、ないよ、あんまないよね。なだとかね、なだあるよ。潰すのやめよう。墓とか潰れちゃったからね。なだもこう、なんとこう迷わせるって言ってかさ、あれじゃん。待って、もし墓だったら俺正解できた可能性があるけどさ、もうはしごは不可能だったから。自分でもう失いだから、多分その、でさ、4分の2作戦だよね。そうそうそう、うん、あ、でも木が与えられても結構難かったんじゃない今ので、うん、弟ができて、ハ行、バ行、うん、まあ考えればって感じか。いや、これいいお題だったと思う。よかったよかった。うん、うん、うん、てか普通にさ、3人目で正解出るあたりがね、いい。そうね、そうだね、理想の形になった。そう、今のところ 1人目が正解するか誰も正解しないから二択、分かるか分からないか。え、今この2周目はでもコツつかめてきたのか分かんないけど、うん、飯もはしごもいい感じにできてる。そうだそうだ、やば、みんな分かりそうなのしか分かんないな。簡単すぎと難しすぎはね、やっぱ簡単にできちゃうんだけど、うん、飯いいな、飯いいな、飯生きてる。まあ、ちなみに飯はまんまと答えても正解だ。おお、あー、なるほどね、マギオだから。なるほどね。ママとか、ね、ママでもいい、ママでもいい、ママごとのママ、おママはオッケー。おママはおじゃん。おだし、別にあの字おママって読まない。いや、ま、絶対正解になるよ。絶対仙台とかそっちの方ではね、そういう意味ですからね。いや、まあそうだけど、うん、でもおはだって窃盗時でしょ。ああ、そっか、楽しい。うわ、これ結構むずいな。いや、簡単になっちゃう。まあ、確かにね、内容の文字少ないから簡単になるかもしれない、うん、そう。だから、いかにこうちゃんに内容であることを忘れさせるかっていうのがポイントだ。ああ、確かに。こうちゃん、次、クシーの可能性あるんじゃない。確かにね。飯の可能性もね。ああ、確かにね。飯が一番可能性高いと思います。え、だって1回出されてるから、うん、もう1回出したくなる可能性高いから、ああ、それは飯の可能性が一番高いんじゃないですか。墓の可能性もあるね。墓もあるね。うん、いけそうだったので、一番最初。だって、墓はその、やっぱ重要ですかね、その人生において。人生において。だから、伊沢さん、その、なんていうか、社会に向けたメッセージを、やっぱ、問題に込めがってたから、ああ、は重要だよっていうのを込めてね。やっぱ、ゆりかごの可能性もあるね。ゆりかごの可能性。確かに。ゆりかごって人もじゃんのかな。ありそう。ありそう。あれじゃない。よう。そうか。ようごのようとか言って。わー。ありそう。きっとありそうだな。でも存在しない読み方が多いですね。存在しない字作ってる感じあるな。あ、存在しない感じくるめっちゃ難しい、ね、バラバラになったのを合わせるとこれはおろし金、おろし金、ね、これはパッションフルーツ。見た文字にバラバラに、しかもパッションフルーツどっちもなんかめっちゃバラバラにできるね。チョギチョギパッション、オッケー、めっちゃ多いできた、オッケー、今混ぜる、混ぜる、混ぜるレーンね。はい、オッケー。な行だ、な行、な、またな行、な行きたー。2回目だから変えるって言うけど、まあいいんじゃない、いいなんか夏が過ぎ、風邪あざみ夏、なんか誰の憧れに涙とかね。結構リアルなやつどうですね。あ、ネズミとか、ね、
なかんずくとか、ね、荷物じゃん。この間のさ、あの、几帳面の木って書く名字なんだっけ。あー、几帳面の木ってどういう字だっけ。机の作り。あー、なんだっけな、なんだっけあれ。おちっかずきみたい。え、もう終わった。いや、はい、終わった。え、まだやる、まだちょっと喋りたい。フリートークを楽しみにしてる。